やっぱ遊び場っていうと、やっぱりモールが中心かなと思います。やっぱり変なですね、日本みたいな、ああいう砂場みたいな公園みたいなのがほぼないんですよね、フィリピンって。だからやっぱり安全面考えても、やっぱモールの中のそういう子供の遊び場、まあ、子供が遊ぶ専用のスペースっていうのがあるので、まあ日本でもイオンみたいなところだと想像できると思うんですけど、そういうところですかね。まあ、あと楽しめるというと、まあ、ゴルフとかテニスとか、そういうスポーツ、あと、まあ、デートだったらですね、ビリヤードとか映画を見に行く、アイスス、まあ、マニラだとアイススケートリンクがあったりするんですけども、あとは、まあ、お酒飲むとかですね、ライブバーとかが、まあ、日本よりも全然多かったり、歌が上手い人が多いので、まあ、YOASOBI はマニラの場合は、マラテとかですね、あとちょっと離れてクラークにアンヘイレス、まあ、セブだとセブシティなんですけども、マンゴーストリートはですね、ちょっと昔人気あったんですけども、ヤクを売ってる人がいるので気をつけてください。あと、日本人がセットアップって言って、未成年と警官のですね、グルに騙されることがあるので、そこも気をつけていただきたいなと思います。